はい、それではサニタリウムの続きやっていくんですが、ちょっと皆様にお知らせがございまして、実はですね、一回このゲーム私クリアしてます。なんですけど、ちょっとね、録画に失敗しまして、冒頭の1分半しか撮れてないっていう、なので、もう一回やっていきます。なので、初見じゃございませんので、なるべくサクサク進めていけたらいいなと思います。はい。で、ここがゴールなんですが、ここに行こうと思ったら結構遠回りします。相当遠回りするんで、まずはここですね。この赤いビリビリは当たると死ぬので、タイミングを見計らって抜けます。で、結構ね、行こうとすると崩れていけなくなって遠回りせざるを得ないっていう、そういうパターンが多いですね。例えば、こことか。ね。うん。なので、結局、遠回りせざるを得ない。あとね、この、迷宮がね、ちょっとこう、クォータービューが結構しんどくって、前からこのクォータービューって難しかったんですけど、今回この、赤いビリビリに当たると、スタート地点に戻っちゃうので、より苦しいですね。で、ここが結構難所っていうか、何かっていうと、この装置を使って跳ね橋を上げると同時に、こうなんかね、こう、重りがあるんですよ、ここに。で、至るところにこういう重りがあって、その重りのうちの一つを、こいつで、上げることによって道を作るんですね。なんだけど、ぼやぼやしていると、その重りが下がっちゃう。なので、結構ここ、スピード勝負です。うん。これね、スピード勝負なんですよ。急がないと、重りが下がってしまうので、こっちだな。で、ここ。ここはですね、この赤いビリビリの間が安全地帯になってます。抜けれるな、これ。で、こっちじゃない。こっち。ちょっと時間ないんで、ちゃっちゃと行きます。で、こう行って、さっきの跳ね橋のとこまで行きます。あぶね。よいしょ。で、わかりづらいんですが、これがね、実は仕掛けになってるんですよ。これに気づかずに結構、時間を費やした記憶があります。はい。ちょっと一回セーブしました。では、作動させます。で、こっから急ぎます。こうすると、この重りが下がって、スタート地点。で、もともとここに、こっちに重りがあって、こう行けなかったんですけど、ここが行けるようになってます。はい。急ごう。あー！間に合わんか。いや、違うんだ。ごめんなさい、間違ってた。こうだ。迂回するんだ。すいません、すいません。ここはどうしても下がるんだ。で、これを、レバーをやると。こうするとここが開く。確かでもやっぱ急がないと。あ、違うんですよ。違うんですよ。やっぱこのクォータービュー難しい。確かやっぱね、これ急がなかったら、重り降りるんじゃなかったかな。違ったっけな。よいしょ。キワキワを行けば、OK。ふぅ。これ一応、作動させるか。うん。よし、これで入れますね。じゃあ、行きましょうか。うん。Must take care in this old place. はい。はい。で、これ。これが、ケツァルコルトとか、あいつのデスマスクですね。じゃあ、聖戦士様に、ケツァルコアトルをやっつけてもらいましょうか。はい。自分で被るっていうね。これ、オルメクが被ったことによって、このケツァルコアトルの力って弱まったんかな？まあ弱まるんだろうな。多分。
はい、聖戦士オルメクの会心の突進。で、はい。Oh, my poor baby. You had an awful fall. これはマックスですね。Home. Well, of course, 現実の世界に戻ってきた。You did want to come home, didn't you? Yes, I wanted to. Well, then that's that. 確かね、私ここでね、まさかこれで終わりとかって騒いでたと思うんですよ。一瞬なんかさ、こう現実世界に帰ってきたみたいじゃん。こんなところで終わりって何にも解決しないじゃんって騒いでたと思います。もちろんここで終わりではありません。そうそう、なんか奥さんらしき人がこう記憶を混乱させようとしてるよね。You just bumped? Yes, my car. うん、完全にこれで記憶を取り戻しましたね。We've been waiting for you for so long. Don't leave now. We? Who? Why, me and little Sarah, of course. Who else would it be, silly? いやいや。But that's impossible. Sarah は。Sarah is dead. Sarah! Max is home!おかしいですよね。Max! いや、浮いてる浮いてる。浮いてるよ。サラ浮いてた。You're alive! 違うよ。マックス違うよ。Sarah! 違う違う。うん、違うからね。No! You're dead! 怖っ。いや、怖い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 。いや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 。めっちゃ怖い。これめっちゃ怖いよね。Your tenacity is quite remarkable, you know. Your doctor tells me that you should have died in the car wreck. I wish things could have worked out differently, Max, but they didn't. You leave me little choice, old friend. やはりモーガンが黒幕のようですね、すべての。No. I've worked much, much too hard to allow that. I guess this is goodbye, Max.グッバイって言ってるけど、like、グッバイにはさせませんよ。Farewell. 必ず現実世界に帰りましょう。はい、というわけで最終章ですね。はい。そう、急がないとマックスが本当に死んじゃうんで、ゲームオーバーになっちゃいます。まあゲームオーバーっていうか、まあやり直しみたいな感じになっちゃいますね。で、この最終章なんですけど、はい、最初から3つの所持品があります。サラの人形、アステカの像、でグリムウォールの漫画。でこれ何かっていうと、こうやってこれを使うとこんな感じで。はい、つまりこの3つのボディを駆使して進んでいくっていうステージですね。はい、じゃあまずは何から行こうかな。あれ引っかかってんな。じゃあまずここ行くか、かぼちゃ。うん、でこれ何かっていうと、確かこの辺に行くと、はい、つまりこの順番に押せということですね。で次これか、確か。で、これか。で、最後これ。OK ですね。で、またここがね、待ち時間が長いんでびっくりするんですけど、ちゃんと大丈夫です。しばらくすれば、通れるようになります。ね？長いでしょ？長いけど、ちゃんと大丈夫です。はい。
で、あそこに、頭蓋骨が浮いてるんで、まずあれを取ります。これ目なんだよね。What is that? It looks like a giant eye. よくよく見たらこの辺にも目が浮かんでんだよね。怖いね。A human skull. はい。じゃあ頭蓋骨を持っていきましょう。これ確かね、ここトゲトゲだからね、このオルメクのボディじゃないと、この先っていけないんじゃなかった？ Those things will shred my feet if I try to walk on them. そうだよね。うん。こういうトゲトゲのある場所、こういうとこね。ここは、オルメクのあの石のボディじゃないと通れません。じゃあ次は、なんだっけ？ A tombstone. Chris P. See you in hell.どれだっけ？これか。これですね。はい。ジェッダ・ドリスコルの墓を調べると、首なし騎士が出てきます。なんで首なし騎士かわかんないけど、彼にさっきの頭蓋骨をあげましょう。こうすると、ジェッダ・ドリスコルの墓が暴けると。なんでだよ。これ多分サラのボディではいけなかったかな。力が必要な場合はグリムウォールのボディで開ける。うん。はい。で、キーアイテムですね。天使像の頭部。これが手に入ります。このステージは天使像のパーツを集めて最終的にその天使像を完成させるっていうステージになってますね。じゃあ次は、オルメクのボディでこっちに行きます。じゃあ次これか。これまあ、叩いてみたらわかると思うんですけど、普通に叩くと、こんな感じ。うん。まあ、力が足りないんですよ。っていうか、4箇所あるんで、これはもう、腕が4つあるグリムウォールの出番ですね。こうすると、ほら、これちょっと、これちゃんとね、覚えとかないとまずい。赤、黄色、緑、青かな？うん。この赤、黄色、緑、青を覚えておきましょう。で、ここ。はい。これ多分、オルメクのボディになった方がいい？で、この、怖いピエロのこの歯。カラフルに光ってますよね。これさっきの色の順番に触っていく。わかりにくいね。ここが確かね、赤。Why are these teeth flashing colors? これがね、赤なんですよ。すっげえわかりにくいけど。で、これが黄色かな？で、ここが緑だな。で、最後、この剣士が青だったはず。はい。こうすると、仕掛けが作動すると。はい。うん。で、ちっちゃい穴が開いてるんで、この穴は、サラのボディで行きます。うん、で、ここを登ると。OK ですね。はい。で、これが、天使像の右奥だっけ？あ、左奥だ。左奥ですね。はい。じゃあ次は、こっちだな。こっち行きます。で、その天使像っていうのがここにあるんですよ。で、今持ってるこいつらはまだ使えません。なんでかっていうとね、胴体がない。胴体がないんでセットできないですね。なので、ちょっとアイテム減らしたいからまず胴体取りに行くか。はい。サラでこの気持ち悪いエリアを歩いてるのがすごい嫌ですね。わ、キモ。はい。これが天使像の胴体。で、見覚えのある装置、見覚えあるかな？これはなんだっけ？虫の世界にあった変な音を発する機械らしい。Strange machinery. There are four control levers. うん。コントロールレバーが4つあるということは、この人ですね。
はい。で、この音を出す機械を使って、うん、はい。で、この胴体なんですけど、これね、なんかね、ワイヤーで繋がれてて、取れないんだって。なので、そのワイヤーを切る道具が必要なんですよ。で、それがね、どこにあるかっていうのがね、非常にわかりづらいんですが、ここ。あのね、ここにうっすら、うっすらなんかあるんですよ。これがね、あの、虫の足。こんなん、なかなかわかんないよ。はい。じゃあ、これを開けて、で、多分、この穴は、サラでないと入れないんじゃないかな。はい。で、次は、この右端のこのトゲエリア行くんで、オルメクになって、こっち行きます。はい。で、ここで、こいつを使うと。OK。これで、天使像の胴体ですね。これが手に入ると。じゃあ、戻って、天使像の胴体を回収しましょう。これですね。はい。なんか天使像の胴体結構デカそうに見えたんだけど、これはサラでも持てるみたいですね。いや、本当はね、このエリア初見でやってた時ね、多分結構見応えあったと思うんですよ。自分で言うのもなんだけど。結構悩んだからね。いや、悔しいな。まあ、ちょっとしょうがないですね。で、これ、クモの巣。これね、一応渡れます。これ、サラだったら、ここ通れます。はい。で、このエリアは、まずこの、でかい顔をどうにかしないといけないんだけど、このでかい顔の後ろに、ケツァルコアトロの像があって、動かせないんですよ。なので、まずはこのケツァルコアトロの像を破壊しなければならない。そのためには、まずオルメクになって、まあ、この、まあ、見ればわかるけど、このスイッチがあるんですよ。うん、こいつらを特定の順番で押せば、破壊できる。で、まあ、丁寧な、これ、ご丁寧にですね、間違った順番だと、間違ってるよっていうのが、わかるんですよ。こんな感じで。なので、結構ね、ご利用していけます、これ。確か最初ここだったかな。うん。で、どこだっけ？真ん中、だったと思う。で、ここじゃない？ OK。やったー。いや、覚えてるもんですね。で、じゃあ、これはグリムウォールか。グリムウォールになって押すと。はい。で、ここになんか、あるんですよ。まあ、残りの天使のパーツですね。で、これはどうするかっていうと、この、薄気味悪い死体。これをですね、全部、下に下ろすっていう、すっごい悪趣味な、すっごい悪趣味な謎解きをします。これ、これ嫌だわー。よいしょ。OK。うん、じゃあこれを持っていきましょう。これで全部のパーツが揃いましたね。はい。じゃあ、天使像を完成させに行きますか。ちょっと一旦セーブしときますね。はい。違うんだよ。最後までこの操作慣れませんね。はい、じゃあ、天使像作っていきましょう。
最初に必ずこのトルソーをつけないといけない。うん。で、なんか高さが足りないように見えるけど、これ一応サラちゃんでもいけるみたい。うん。この辺頑張ったんだろうね。ジャンプかなんかしたのかな。はい。But it's still not complete. で、最後これですね。はい。で、あれが、現実世界に戻るための門ですね。これクイックリーって言ってるけど、多分そんな急がなくても多分大丈夫だとは思う。はい。まあ、当然ね、モーガンがこれを黙って見過ごすはずがないわけでして、これから、モーガンとの最終決戦に挑むわけですよ。ここまためんどくさいんだけど、何分ね、前取ったデータがもう残ってないから、どうだったっけっていうか、もう、覚えてないなぁ。はい。今までマックスに協力してくれたこの3つのボディが奪われてしまいました。モーフィウスだよ、もはや。ちょっと似てるもん。最終決戦の場が。はい。今まで協力してくれた3つのボディが一体化してですね、もう一人のマックスとして、マックス自身の前に立ちはだかる。この激アツな展開。はい。Have to get through those columns. The real world lies beyond. This thing won't let me pass. What am I supposed to do? これね、説明すると、この黒いところに乗ると、この今立っているスタート地に戻されます。で、まず目的地がここ、このオルメクのゾーンの前まで行かないといけない。で、このマックスの分身は、マックスと同じような感じで動きます。まあ見たらわかるけど、まあ例えば、ほら、こんな感じ。多分ここにいたら死ぬかな。ここにいると多分、あ、大丈夫ですね。こっちかな。で、こう行って、OK。いけた。よし。じゃあ次はですね、このグリムウォールのところ。最短距離では行けないんで、結構回り道をしたはず。どこだったかな？ここ、アンチだっけ？こっち、行けた。ここ。あ、くそ。これ、ね、進むのだけが難しいんですよ。引っかかっちゃうんだよね、どうしても。ちょっと落ち着いていきましょう。ここなんだよ。難しいよ。この操作。このクォータービューの難しさ。ここなんですよ。オッケー、いける。今いける。よし、行った。ふぅ。じゃあ最後は、このサラの像の前まで行きます。これはね、ここまで行っていいかったかな？で、この辺？行けた！ OK！ 行った！はい、これで、勝ちましたね。モーガンに、勝利しましたよ。ざまあ見ろ、モーガン。俺は生きるぜ。Enough games, Max. This ends here, now. Do you know that the poison will soon condemn you to darkness forever? Lost to your world.
どんだけ頑張ろうと俺は生きるぜ。よし、今だマックス、今ならいける。振り切れ振り切れ。やったぜ。あのドロッとしたモーガンは毒だったのかな。毒がマックスのとこまで来そうだったよっていう、そういう意味だったんですね。はい、これ死んだわけじゃないですよ、もちろん。It's over. オーバーじゃないからね。It's over. モーガンの言ったオーバーはどっちの意味なんだろう。マックスが死んだと思ったかな。だとしたら大間違いですけどね。はい、というわけでエンディングはちょっとまああっさりした感じになってますけど、まあ、マックスが現実世界に帰ってこれたというか、まあ、一命を取り留めたって感じかなっていうエンディングでしたね。はい、というわけでサニタリウムは今回で最終回になります。今までご視聴してくださった皆さん、高評価してくださった皆さん、コメントくださった皆さん、本当にありがとうございました。いや、このゲーム面白かったよ、本当に。ちょっとね、英語にしか対応してないっていうところがまあハードル高いんだけど、分かってしまえばストーリーがやっぱね深いっていうか、まあ面白いって感じですね。特に今回のあの最後のステージなんかもすごい深いんですよ。あれ多分だけど、そのオルメクとかグリムウォールとか、まあサラもそうだけど、まああれ、マークスの精神世界の住人なわけで、多分、位置づけとしてはマークスのその心の弱さの裏返しみたいな、そんな存在だと思うんですよね。で、その精神世界に留まってるうちは彼らは力になってくれるんだけど、じゃあ現実に帰るときってなったら、実は彼らの存在ってむしろ、その、邪魔っていうか、まあ、足かせになっちゃうんじゃないかなっていう。で、最後のステージは、おそらく、その、今まで力を貸してくれた、ね、あの三人を乗り越えて、それでマックス自身の本当の強さを、まあ、示すというか、手に入れるというか、まあ、あれだからね、わかんないけどね、わかんないけど、あれ、すっごいなんか練り込まれてると思うんですよ、あのラストステージは。あれだけでもすごい評価上がってるんですよ、このゲーム。で、このゲーム、ちょっと最初はもっとなんか、ホラーゲームっぽい感じかなって思ってたんですよ。イメージとしては、アウトラストみたいな感じかなって、そう思ってたんですけど、で、最初のさ、カボチャのところ、あそこは、すっごい怖かった。あれ、さ、なんか、絵では表現されてないんだけど、想像で保管される怖さっていうか、いや、あれはちょっとね、本当今思い出しても怖い。うん。で、まぁ、ちょっとまぁ、後になるにつれて、ちょっとまぁ、様子が変わってきたけどね。まぁ、もともと多分、その、ホラーとかじゃなくて、メインのテーマが、その、なんだろう、トラウマとか、その精神的なものとの向き合い方みたいな、そういうところがメインのテーマだと思うんで、まあそれはそれでね、まあホラーだと思った私も悪いんで、まあそれはそれでいいんじゃないかなと思います。ただ、ちょっとな、個人的にはですよ、個人的な意見としては、戦闘のパートは、もうちょっと欲しかったかな。いや、あれ結構そのゲームのなんかマンネリを防ぐっていうか、その味変みたいな感じで結構有効に機能してたと思うんで、グリムウォールとかオルメクとかね、あの辺結構戦いそうじゃないですか。そういう人たちに限って戦闘パートがなかったのが、まあ多分それも意図したことだとは思うんですが、ちょっと残念ですね。いや、そうだなぁ。で、あと今回初めて全編英語で、ね、ボイスも英語なら字幕も英語っていうゲームを挑戦したんですが、いや、大変だね。いや、字幕つけるの本当大変ですよ。結構、今、仕事でちょっとね、忙しい時期だったんで、
もうちょっと時間がある時だったら問題なかったんですけど、今みたいなこの時間のない時にこの収録して編集してさらにそこから字幕をつけるっていうのがまあ大変でしたね。まあ、大変だったんだけど、これでちょっとまあなんていうの、自信がついたっていうか、まあ今後その全編英語の、まあ、ゲームをやるとしても字幕さえ出ていれば、まあ後から自分で訳してね、でそれでどうにか皆さんに楽しんでいただけるんじゃないかなっていう、そういう自信はついたかな。あの結構私がやりたいゲームで日本語に対応してないゲームがいっぱいあるんですよ。なのでそういう意味では今回はまあ試金石っていう意味でまあ良かったのかなと思いますね。はい、というわけでサニタリウムの実況は最終回になります。本当にありがとうございました。またどこかでお会いできる日が来ることを楽しみにしております。というわけで、ごきげんよう、さよなら、ありがとうございました。お前には可能性がある。そのために生まれてきたのさ。私が親父とおふくろに言われた言葉だ。まさにそれがその通りだったのさ。